モテるためにね、なんか頑張ろうとするとエネルギーが出てくることってありますよね。まあ、これは男女問わずなのかもしれませんけども、だからモテなくてもいいやと思うといろんなものがこう終わっていきますね。なんかね、そんな気がしますね。稼ぎたいとか欲しいとかモテたいとかこう見られたいとか、自己顕示欲ってもしかしたら成長進化のために私たちにもたらしてくれたなんかものすごく大きなね宝なのかもしれませんよね。なんか誰にどう思われてもいいけども、内側に、自分のね内側に対してものすごくトレーニングしていくっていう精神の高い方は自己顕示欲ないと思いますけども、まあなかなかそんな方いないんじゃないですかね。誰にどう思われてもいいけども、自分が自分に対して評価をしたいから自らを高めていくみたいなね、それはなんかボディービルダーみたいな感じですね。もうね、完全に鏡の前でこうやってね美しい体に向かっていくっていう、これは本当すごいと思いますよ。私たちはやっぱり外的要因に対して目的意識を持つ、目的意識を持つ、まあそれがいいところなのかもしれないですね。確かに私もですね、そういう気持ちでやってみようかと思います。いってらっしゃい。